始めさせていただきたいと思います。政治は変えられる、市民は共同、野党は共闘。 1.21 国分寺集会を開催させていただきます。市民連合アトマ国分寺の主催となります。私は本日の司会を務めさせていただきます。国分寺の西町に住んでおります、柳川律子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この市民連合アットマーク国分寺、ちょっと気取ってアットマークという若者ぶった名前をみんなでつけました。でも残念ながら集まっていただける方は若くないかなと思っております。ぜひぜひ若い方もお誘いしながら、この市民連合アットマーク何をやるところかも含めてご一緒に考えていただければいいかなというふうに思っております。昨年、もう一昨年ですか、一昨年から始まりました。私たちは何としても今のやっている与党に対して野党で共闘しなければどうにもこの国の作りにならないよね、そんな思いがあったと思います。そして安保法制、まさにあの力の中で解決しようとする与党の力、今こそ私たちが立ち上がって変えていかなければならないんだろうというふうに考えています。本日はあの講演をしていただきまして、その後会場の方、そして皆さんと一緒に何をしたらどのようにこの国の形を変えていくことができるのか、そんなことも含めて考えていただきたいと思います。8対36億というこの数字、一体何なのか、もう皆さんお身に届いているかと思います。本当に資産の合計額、これ NGO が発表しているんですが、8人に対して36億、その生きている人間とのバランスです。資産がその8人にどれだけ偏っているか、たった8人です。まさかこの中にはその8人のお名前が上がっている方はいらっしゃらないと思いますが、こんな不公平な数のあり方、 NGO の発表がされました。まさに今私たちが変えていかなければならないこと、この格差の問題もあるかと思います。本日のお話ししていただくのは高田健さん、総掛かり行動実行委員会の市民連合というご紹介でよろしいでしょうかに50分間お話ししていただきます。今この国がどういうことになっているのか、お手元にレジュメが届いているかと思いますので、それに沿ってお話ししていただきます。高田健さん、団長の方にお上がりいただけますか。よろしくお願いいたします。少しご紹介させていただきます。1944年福島県のお生まれです。そして現在もいろいろなあの行動も起こされながらおやりになっているという活動をされているということで、憲法市民フォーラムでの活動、それから護憲は体験に勝つというご本とか、九条がこの国を守ってきた、そんな本も出されております。九条がこの国を守ってきたという本、私も読まさせていただきました。まさに今この国がどういうふうな立場にあるのかということを書かれていたと思います。それでは50分間お話ししていただいて、その後会場との意見交換もしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました高田でございます。レジュメが2ページほども渡してありますので、それに沿いながら話したいと思うんですけれども、今年はご存じの通り憲法施行70周年ということですね。憲法が5月3日に施行されてからちょうど70年、この70年というのは、私たちの国はこの憲法の下で、私たちの国の武装力が海外で戦争をやって人を殺したり、あるいはそれが海外で戦争で人を殺されたりということがない、その平和憲法の下での70年だったわけですね。明治近代以降、近現代史考えますとざっと150年弱あるんですけれども、この70年というのは大体半分なんですね。1945年、あそこをコンパスでくるっと180度回すと明治の維新の頃になるわけです。
ですから日本の明治近代以降の150年の歴史のうち半分がこの平和憲法の下での日本の歴史ということになります。それ以前の歴史はどんなだったでしょうかね。もちろん女性には参政権がなかった問題とか、あるいはある時期一部には有力な金持ちしか選挙がなかったような問題とか、民主主義の問題たくさんありますけれども、合わせていわば10年に1回くらい大きな戦争をやってきた歴史なんですよね。日本の明治維新からこの前の1945年までは、とりわけ東アジアで日本はさまざまな戦争を繰り返し、多くのアジアの人々に犠牲を強いてきた。その手始めが北海道のアイヌ民族に対する支配だったし、今問題になっている琉球処分という形で沖縄に対する支配だったと思います。そういうのを手始めに、明治近代以降1945年まで侵略に次ぐ侵略の歴史を重ねてきた。この歴史と私たちの今の平和憲法施行されてからの70年、全く対照的な歴史なんですね。これは本当に貴重なことだと思います。世界的に見ても類例がない。アメリカはいつでも戦争をやっている、そういう国ですから、それだと比べたらこの70年というのはどんなに貴重なことか改めて思うんですけれども、この70年の平和憲法の歴史というのはご存知の通り、今壊されようとしているわけですね。まもなく終わろう、このままでいけば終わらされてしまう。で、昨日安倍首相は70年だったので、また新たな70年を作るんだと言いました。どういう70年を作る気なのか。この平和憲法の70年に変わる安倍さんの言う新しい70年というのは何なのか、明確だと思うんですね。そういうことを昨日の所信表明の中でも彼は堂々と言ったわけです。今憲法が非常に危機があるわけですけれども、私はちょっと本当に心配しちゃうんですが、18年から19年にかけて天皇の退位、新天皇の即位という話が今もっきりですよね。そしてこの多分今回の天皇の即位というのは前回の昭和天皇の時と違って、亡くなってない元での即位ですから、大変な私はお祭り騒ぎがやられるんだと思うんですよ。めでたいことだ、めでたいことだというのは、18年の後半から19年にかけてこういうキャンペーンがやられる。そして合わせて今どう見ても大キャンペーンが始まりそうな20年の東京オリンピックですよね。こういうちょっと憲法とか平和とかあまり関係ないようなレベルでの大キャンペーン、いわゆる国家的な行事というのが控えたもとでのこの憲法改悪の動き、これはなかなか私たち運動の側にとってもこれに抵抗して本当に阻止していくというのは並大抵の時代じゃないと思うんですね。ここは相当に私たちは腹を据えておかなければいけない。大変な祝賀キャンペーン、あるいはオリンピック万歳、金メダルいくつ取ったろうという、そういう連日のキャンペーンの中でこの会見の動きが進んでいるに違いないこと、私自身も非常に緊張してこの時代を迎える、そんな感じでいます。昨日安倍さんは、所信表明の中で会見というのを明確に言いました。大体首相が会見をそういうことを所信表明演説で言っていいのかという問題がありますけれども、今日は置いときますけれども、安倍さんは明確に憲法改正、彼の言う憲法改正に取り組む。そのために、今国会にある憲法審査会で改正のための論点整理、どういうところを改正していくのかという、そういう絞り込みに入ってもらいたいというのは安倍さんの言いたいことなんですね。で、自民党はすでにその絞り込みでどういうことをやろうとしているかというのをすでに言っています。共同通信が発表したレジュメをここに書いておきました。今こういうところから自民党は憲法の論点整理をして変えていきたい、三角の印で書いてありますけれども、
大震災などに備える緊急事態条項、随分もこれは有名になりました運動隊の皆さんが非常にこれに対する警戒心を警鐘を鳴らしながらこの緊急事態条項についてかなり有名になってきています。それからご存じの通りの環境権など新しい人権、これは公明党さんに対する配慮ですよね。それから9条への自衛隊の明記、これはずっと自由民主党が創設以来言ってきて、そして昨年の参議院選挙での多くの問題、これを解消するというのも彼らの憲法問題だと言ってるわけですね。要するに各県代表のような形で国会議員を選べる憲法にするという意味で合区の解消、それから首相の解散権の制約、これだけ安倍首相が会見を乱発する中でこれに対する批判も当然起きています。憲法学会からも起きています。これに悪乗りする形で解散権の問題も憲法問題だから、これも論点だ。そして最後はまさに維新が言っていることの取り入れで、教育の無償化、統一機構改革、憲法裁判所の整理、これは維新が一生懸命改憲項目として主張しているんですね。自民党はですから明確に維新と公明党をこの改憲の動きに引き込んで、これからの論点整理をやっていこうという方向で今進めています。昨日の安倍首相の所信表明はこうした方向に対する決意表明でもあったと思います。こう具体的には言っていませんけれども、そういうところに私たちは差し掛かっていると思うんですね。ですからずっと私たち運動隊は改憲という問題について、お互いにこの改憲をどうするか、どう食い止めていくかという議論をしてきましたけれども、まあいよいよそういうところに改憲攻撃が来た、それが今年の年頭からの事態だと思います。昨日もテレビを見てた方もあると思いますけども、私も途中まで見てても嫌になっちゃったんですけど、例のトランプさんの話ですけれども、トランプさんの動きというのは確かに意外だという一般的な評価ですけれども、決して世界だけを見る、世界全体を見るとアメリカだけの話ではないですよね。イギリスにしてもその他の国にしても、あるいは東アジアの国だったらどうだろうというふうに考えると、このトランプさんの排外主義、自国第一主義の流れというのは決してアメリカで突然生じたものではない。それより先にうちの安倍内閣はどうなんだって話もありますから、安倍さんの方が先輩であるような問題です。世界的にこうした流れが起きてきている中での改憲だということも非常に重要な問題だというふうに私は思っています。ただそうではあるんですけれども、この流れの中で安倍さん自身は非常に苦心してますよね。今回の事態決して安倍さんの狙い通りに言ってませんよね。敵地に非常にはっきり表れてますけれども、それだけではありません。安保条約の問題にしても様々な問題で安倍さんは一方ではこの情勢の中で窮地に立たされているというふうに私は思っています。安倍さんはとにかく会見をやる最大の理由はターゲットは中国北朝鮮ということで、この中国北朝鮮を包囲するためのこの挑発に打ち勝っていくための会見ということを打ち出しているわけですけれども、そして地球儀を俯瞰する外交と称して本当によく外国に行きますよね。外国に行くときには財界も連れて行って、そしてお金をたくさんばらまいてくる。どっかの民間の人が計算をしたら、この間ばらまいた金は70兆以上になってるっていうふうに言ってましたよね。本当にどこにそんな金があるんだいっていうようなほど、この地球儀を俯瞰する外交、中国朝鮮包囲網という形で安倍さんはこの間やってきた。それが国家財政を極めて圧迫をしているのはそうなんですけれども、この前もフィリピンでご存じですよね。また1兆円上げるって言ったのと合わせてミサイルも上げると言ったら、ドゥテルテさんがいらないって言った。戦争になるようなそんなものは自分の国は望んでいない、自分の国はせっかくアメリカを追い出したところなので軍事同盟なんか作りたくない、
あの乱暴者の大統領に安倍さんは失言されたんですね。フィリピンの新聞ではこれが大々的に報道されたんですが、なぜか日本の新聞ではあのミサイル突き返された話はほとんど出てこない。東京新聞がちょっと書いてるぐらいなんですね。安倍さんの外交というのはことほど今うまくいってない状態だと思うんです。そういう中で今安倍さんは本当は昨年末から今年の年頭にかけて解散をやろうかなということを狙ってたんですけれども、どうやら今このままでやったらろくなことにはなりそうもないということで、ずるずると伸ばして伸ばさざるを得なくなったんですね。今伸ばしてしまうとご存知の通りこの後予算問題がありますよね。これを片付けないと解散が何だってことは言えない。そして夏には東京都議会選挙がある。これは東京都議会選挙というのは公明党さんには申し訳ないですけれども、選挙の前後3ヶ月ずつはとにかく空白にしてくれというのは公明党さんの要求ですよね。などなど考えると、どんなに考えても秋以降になってしまうんですね。安倍さんにとっては今どんどん選択肢が非常に厳しくなってくる中でのこの総選挙ということも出てくるんだというふうに思います。で、私たちは2015年に9月19日に強行されたあの安保法制、戦争法に反対する運動をやってきたんですけれども、今日は簡単にしときますけれども、あの運動が私たちにとってどういう運動だったのか、どういう教訓があるのかということは明確に掴んでおく必要があろうかなと思います。私の総括の仕方では4点ですけれども、2015年安保の特徴の第一は、従来それぞれ違った潮流、あるいは場合によっては対立してきたような反戦平和運動の潮流が大合流を果たしたということ。ざっと見て私も多少知ってるんですが、60年安保以来の大合流だったと思うんですね。その間11共闘というのは時々ありました。しかしこれだけ長期に恒常的な課題で、それぞれ違った立場の運動体が一緒にやろうという合流をした総掛かりを作ったというのは本当に何十年ぶりなんですね。私も若い時に覚えてるぐらい、皆さんもご存知ですよね。これは大変な特徴だったと思います。本当にこういうのはなかった。多くの人が望んできたけれどもできなかった。それが総括の第一番目です。それから第2番目の特徴というのは、この運動全体が非暴力で貫かれたということです。60年安保、70年安保ご存じだと思いますけれども、60年安保では神田美智子さんが殺されました。70年安保では学生さんの内下とかいろんな事態があって、最後は連合赤軍まで行っちゃうような、みんな反戦ということで出発したのに、いつの間にかそういう悲惨な事態にもなった。運動というのはなかなか厳しいものだということを本当に私たちは見てきましたけれども、今回の運動はそれを拒否した、徹底して非暴力でいくということを前提にした総掛かり行動の運動だったんですね。これはものすごい大きいことだと思うんです。こうじゃなかったら年配の方、あの行動に参加できますか？子供さんを連れたお母さんが参加できますか？いろんな人たちが反戦平和だ、戦争法は反対だと思う人が誰にも参加できて一緒にやれるような運動というのは、私は非暴力の運動以外ないと思います。だから私の身分証にも随分電話がかかってきて、一度お母さん80歳なんだけども参加して大丈夫だろうか、危なくないだろうかと本当に真剣に娘さんが電話してくるんですね。来てください、私たちはとにかくそういう方も参加できるように全力を挙げてそういう体制を作りながらやりますというふうに約束をしながらやってきた運動です。ちょっと道をそれましたけども、今韓国の素晴らしい戦いがありますよね。すごいと思うね。と覚えてたつもりだったけど覚えてないな。12月の朝日新聞の短歌の欄に在日の人が韓国の闘争を歌ってたんですね。変えてくればよかったですね。感情の起伏の激しき我が民族なれど、
今のあの韓国の闘争に驚くという大阪の大臣地の人の歌だけど、韓国の闘争も非常に厳しい戦い、歴史を経てきたんだ。今回の韓国の闘争はまさに全部非暴力で徹底しているんだ。もちろん一部にそうじゃないと思いますけれども、だからあれだけの百何十万という闘争があったんだと思うんですね。短くやっちゃうとこの辺で終わってきますけれど、3番目の特徴というのは、市民の登場ということだったと思うんです。あんまりパターン化して重大な運動を貶めようとは思いませんけれども、反戦平和運動というとどうしても労働組合さんとか民主団体さんとかそういう人たちが自分たちの組織や関係者に呼びかけて参加を促して大きな行動をやるというパターンが大きかったと思うんですね。もちろん従来の60年安保の時も声なき声の会というのがあったし、70年の時にはオラマクト先生たちの米兵連というのもあって、個人の市民個人の参加というのはもちろんたくさんありましたけれども、今回はそれだけ桁違いの市民個人の参加が非常に多かったのが特徴だと思うんです。国会行動をやっても国会の正面のあのエリアに行ったら市民個人あるいは市民グループの参加ですよね。もちろん労働組合さんとか民主団体さんたちも頑張ってその脇をずっと固めてくれてあれだけ大きな行動ができたんですけれども、私は今回の運動は非常に市民個人が参加した、要するにどっかの何とかの会というところからこういつでもがあるよって連絡が行くんじゃなくって、市民個人が自分でいつあるかというのを探り当てられる時代になったんですね。ツイッターとかそういうので行こうかなと思う人がいつでもあるか、誰でもどこの団体に属してなくても手に入れられる。それからこれは意識的にやりましたけれども、膨大なお金をかけて新聞広告は本当にやりました。すごい金かかるんですよね、泣きたいぐらいに。1億ぐらいかかりましたからね。でもこれも絶対やろうと思いましたね。やっぱりそういうルートのない人たちにどれだけ参加してもらうかというのは非常に大事だった。今回の運動はそういう市民個人の参加が非常に大きくて、そして市民たちの運動の自覚が素晴らしかったと思うんです。もう各駅や各大きなスーパーなどの前でのスタンディングというのは全国当たり前になりますよね。たくさんの人間がいないと行動できないんじゃないんです。1人でも2人でも3人でもどうしても我慢できないと思った人が自分でプラカードを変えて立つんですよね。すごいですよね、この。私一番象徴的には保育園落ちた日本死ねってあのツイッターだと思うんですよ。一人のお母さんが本当に今の保育所の問題で深刻になってるのにまた落ちちゃった、もうこんな日本死んじゃえ、1億総活躍なんてどこに行ったんだってすごい怒った通信のメールを出したわけですね。安倍さんはあれなんか誰が書いたかわからない、どこの人が変えたかわからない、そんなの信用できるかって言ったんですね。でもそしたらその 2,3 日後から保育園落ちたのは私だって変えたプラカードを持った人がいっぱい国会の前に集まってくるんですね。たった一人のお母さんが呼びかけたそのブログで多くの人たちが立ち上がるような時代、やっぱり昔は考えられなかったです。私も若い頃ちょっと知ってるんですけど、一食目あのベトナム反戦って絶景かけて朝会社に電車に乗っていく人がいました、有名な人、多分もしかしてこの辺の人じゃなかったかと思うんですけど、それはありましたけども、今のようなツイッターやブログやそういう形で行動全国でやっているのは本当に時代の違いを感じる。それが大量の市民の参加に私がなってきたんだなと思うんです。そして9月19日のあの強行採決の時期を前後して伏せずして戦争法は憲法違反、野党は共闘ということが国会の前からみんなスローガンで叫び出した。もちろんそれ前からですけれども、一連の総掛かり運動では必ず野党4党の人たちを招いてこの人たちに発言をしていただいて、
野党と市民運動が結束してこの戦争法を戦うんだっていう、そういう運動のパターンを作ってきました。短い時間の中で国会議員にあんなにしゃべらって何なんだって、毎回毎回うるさいとか言う人もいましたけれど、私たちはそれでもこだわって野党各党の人たちに来ていただきました。このパターンが9月19日以降の野党は共闘というスローガンになっていったんだと思うんです。国会の外の市民は共闘してるんです。市民の中にはもちろん民進党支持も共産党支持もあるいは支持政党もない人もいろんな市民がいるんです。これがみんな一生やってるのに国会の中どうして一生やらないんだ、あれこれあるかもしれないけども、国会の外で一生やってるんだから国会の中でもやってくれ、そして国会の中と外と一緒にやろうじゃないかというのがそのスローガンだったと思うんですね。なるほど、なるほど、詳しく言ったらきりがないんですが、2015年安保というのは私はそういう特徴があったと思うんです。だから市民が政治を変える、新しい市民の政治運動の文化が発生した、誕生した。で、私たちは市民が戦況を変えるというスローガンを出したんですね。あの時私は叱られました。演壇で市民が戦況を変えるというふうに言ってたら、あんた日本語の文法間違ってんじゃないの、選挙で変えるでしょっていう、私に文句を言ってきた方がいらっしゃいました。いや、これは選挙を変えるというところに意味があるんで、でとおでは随分違うんだけどなってことを言ったけど、この時はなかなか分かってもらうんだよ。選挙を変える。選挙というと政党さんが頑張って市民はそれの応援だ。私たちの政治の文化はそういう形で、あまり単純化するのは良くないですけども、それが一般的だったと思うんです。どうやって政党の運動を手伝うか。今私たちが到達している運動は、選挙自身を市民の課題として、私たちがそういう従来の選挙を変えるんだ、そしてそれが政治を変えることにつながるんだ、この表現が選挙を変えるだったんですね。これこうやって講義してくる人に短い時間で説明するのがなかなかできなくて、このぐらい時間あればいいんですけどね、すごい叱られたのを今でも覚えてます。あの人とどっかの講演会で会えたらいいなと思ってるんですけど、なかなか会えない。そういう2015年安保というのは大きな特徴が私はあったと思うんですね。で、2015年安保に続いて昨年2016年の安保闘争があったわけですね。参議院選挙ですね。この参議院選挙は何だったか、いろんなところで話されてきたと思いますけれども、特に全国32の1人区で候補者の一本化ができたんですよね。今できちゃうとなんか当たり前のように思うんですけれども、本当に大変だったんですよね。もう去年の1月の5日に新宿で街頭宣伝を市民連合がやって5000人集まったんですけれど、私も含めて中野先生とか弁士みんな怒ってました。政党は何やってるんだ、もう今年の夏に選挙があるというのに未だに政党はまとまってない、こんなことで選挙が戦えるか、新宿の1月の5日の街頭宣伝では本当怒ってたんですよ。私も自分怒ったのを覚えてます。こんなことを野党はやってて自民党本当に戦えるのか、厳しかったんですよ。今一本化がなりましたっていうふうに言うのは簡単ですけれど、それから半年かかって最終的には全国32の1人区で候補者の一本化ができた。思い出しても本当に大変な一本化だったんです。そしてその結果11の1人区で勝利をすることができたんですよね。これがなかったらもっと私は惨敗だったと思います。11勝20敗で、まあそんなことで喜ぶなんて言われればそうですけれども、しかし一本化ができなかったらもっとひどい事態だった。一本化したところでは本当に無党派と言われる人、支持なし層という人の6割近くが野党の一本化した候補に投票してるんですよね。これはすごいことなんですよ。
そして例えば新潟の県知事選なんかを見てもそうなんですけども、あそこも候補者一本化したんですけれども、公明党支持層の3割ぐらい、自民党支持層の 2,3 割ぐらいが野党の一本化した米山さんに投票してる。だから野党の側はほとんど8割傾けるんです、支持層の。それだけでは勝てない。ですから与党の支持層まで獲得をして、あの新潟県知事選挙の勝利になったんですね。一本化というのはどれだけ大きな影響を与えるかということが、あのお分かりいただけると思います。実は後で話そうと思ったんですが、関連で先に話しちゃいますけれども、安倍さんの支持率は本当に高いですよね。なんでこうなんですよね。もう私いろんなとこ話に行くと必ず質問があるのはこれなんです。だからもう先に言っちゃうことにしてるんですけど、なんでこれだけ安倍さん悪いこといっぱいやって、一つの政策を見てみんな反対という人が多いのに、最後安倍さんの支持は多いんですか。多いどころか最近でも跳ね上がってるんですよね。 4、5% です。何なんだって話ですよ。私ははっきりしてると思うんですね。その世論調査のあれを見ると、変わる人がいないとか、他の人より良さそうだとか、そういう理由がずっと多数を占めるんですよね。安倍さんは安倍さんの政策がいいからっていうのは、もともと個別の政策では支持されてないことが多いですから、どうしてもそうなんないんです。私はこれだと思うんですよ。残念ながら今の国会の中で各政党支持の方いらっしゃって失礼かもしれませんけれども、やっぱり今の時効に代わる力強い勢力というのが多くの有権者に見えてないんですよ。あそこなら変わりそうだ、あの人たちなら政治が変わりそうだって見えてないんです。そういうことに、やっぱりダメかな、頼りないな、安倍さんのものはまだマシかな、そういうことで、あれだけ安倍さんが嫌だと言いながら、政治が嫌だと言いながら安倍さんに支持されない。私はこのままでいけばますます跳ね上がっていくと思うんです。先ほど言ったオリンピックだの天皇即位だのという話合わせたら、なんかあれは安倍さんがやったようなことにされますから、これは本当に怖いです。どうやるのか。それは32の選挙区で11勝ったところ、自民党公明党の支持までくっつけたあの新潟県知事選、ここに鍵があるんだと。あそこではその人たちが力強く見えたんですよ。有権者にとって、無党派の人にとって、一本化した野党のこの候補者なら自公よりいいかもしれないと思ったんです。力強く見えたんですね。バラバラでやってたらやっぱりなかなか信用してくれない、これだと私は思うんです。共産党の支持さんはこれを将棋の方程式って言いましたけど、私は方程式っていうほど有数学の問題ではなくて算数の問題だと思う。それ以前方程式はちょっと面倒くさいのでね、大数入れたりじゃなくて算数の問題だと。野党の候補者の衆議院選挙での得票を足して、それが自公の候補者と比べたらどうなるかと。前回負けたけれども、これはもういろんな新聞が書いてますけれど、単純に前回の野党に投票した票を全部足し算をして、算数ですよね、これと自公の票と合わせたらどうなるか。一番少ないマスコミの統計でも50いくつ、大方60いくつが全部選挙区で逆転する。そして実は選挙というのは1万票前後の差というのはほとんど誤差の範囲ですから、これはいつでもひっくり返るんですから、ちょっとした要素から合わせると90選挙区ぐらいで逆転する可能性があるんです。前回の衆議院選挙算数ですよね。90選挙区で逆転するというのはどういうことかというと、あの人たちに3分の2を与えないで済む、この3分の2から90引くってこと。単純に言うと小選挙区だけで自民党単独過半数なんて許さないという数字なんです。野党が一緒にやって前の選挙程度の戦いをやったら、その範囲だけでも
3分の2なんか与えない自民党の過半数割れを実現できるっていう、そういう事態なんですね。だから魅力あるように野党が力強く見えるように野党4党が結束すること、野党だけではダメなんで、政党に対する不信というのも相当ありますから、そうじゃなくて市民が市民連合とかそういうのを作って一緒に戦ってる、新しいパターンの選挙運動が始まった、こういう力強い姿を見せていくことによって最低90選挙区ぐらいで逆転することができる。これも先走っていますけれども、これで逆転したら自公与党の過半数割れが実現できないにしても安倍晋三の責任問題になるんです。これは重大な責任問題です。自公与党の過半数割れっていうのは難しいなって嘆く必要ないんで、そこまでもし私たちが追い込んだらあの人倒れますよ。あの政権は前回の2006年から7年にかけての安倍政権が倒れたのもそうです。ですから私たちは安倍政権を倒すというのはなんかもう遠い目標のような、大変な目標のような、ずっとやっとでできそうもないような気がする必要はないんです。半数をやって勝てるんです。どうやって、だから本当にこの野党4党プラス市民連合というパターンをどうやって全国に作り上げるか。この前は32選挙区だったんですね。今度は295ですから並大抵じゃない。不安となっている皆さんもこの選挙区で勝っていくなんですね。全国の295の選挙区でそういうパターンを作り出しながら私たちは勝っていく必要があるんだと思っています。若干総選挙まで時間が稼げたようですから、この時期に私たちは油断することなく、この野党4党脱市民連合というこういう構図を全国の295で急いで作り出すことができるかどうかというのが課題になっています。今日国分寺、あくま国分寺が頑張っているのも非常に大事なことだと思うんです。このアットマーク市民連合が全国でさらに多くの市民運動のさまざまな人々を結集して大きな市民という実態を持って、野党各党から見てこの人たちは無視できない、この人たちと一緒にやったら勝てるかもしれないと思わせるような、思ってもらえるような、そういう市民連合を全国各地で緊急に作り上げること、これは非常に重要な課題だと思っています。そのためにも私は総がかりだと思うんです。本当に文字通り総がかりの運動を全国各地295の選挙区で作り出すこと、従来いろんな立場の違い、支持政党の違い、さまざまな違いがあった、そういう人たちに大胆に働きかけてお互いに反省すべきところはして、とにかくこの安倍内閣を本当に倒すために一緒に今やろうと、改憲を阻止していくために、戦争する国というのを阻止していくために一緒にやろうという、そういう運動を作り出すことなんだと思うんですね。そのためにはいくつか問題があると思うんです。まだできてないんです。全国私たちから見てもまだまだテンポが遅いと思っています。国民さんは頑張ってこういう準備を始めましたけれども、全国295がどう見ても半分以上のところでまだこういう運動にはなっていない。それを全力を挙げて作るというのは本当に大変な仕事だと思っています。一つは政策的な合意をどこまで作っていくかという課題だと思うんです。政策的な合意を作っていく仕事というのは大変なんですが、今日はレジュメには前回の参議院選挙で市民連合が提案して野党4党の各党首が全部自分の名前でサインしてこれに賛成だと言ってくれた政策合意の項目だけ載ってました。実は昨年の12月に市民連合はさらにこれを豊富化した詳細にした、政策合意提案というのを野党4党に提案をしています。12月今年の1月今月中にこれに対する野党4党から回答をもらって会議をやることにしています。
自民党は今口を開けた野党の共闘というのは野望だと言います。あいつらの間で全然一致もないじゃないかって国に言います。政策的な一致がない人たちが一緒になっているというのはおかしいと言います。私は自民党に行ってもらいたくないというふうに本当に言っています。国家新党をバックにした自民党と創価学会をバックにした公明党が一緒にやるのが野望でなくて、我々がこうした政策の大きな一致点を持って共同するのが何で野望なんだと言ってやらなきゃいけないと思う。安倍さんは今必死でこの野党4党の共闘を壊そうとしているんだけど、これがあったら負けるというさっきの数字の話は何の秘密もなくて、安倍さんも嫌ってことを知ってるんですよ。だからこのまま行ったら大変だ、野党共闘をそのまま進めさせたら大変だ、何としてもこれは壊そうというのが安倍さんとそれを応援しているいくつかの新聞の狙いだと思うんですね。ここをぶち破らなきゃいけない。民進党が名前を変えて執行部体制を新しい執行部体制を取ってから市民運動の中にさまざまな意見や疑問が出てきています。本当に大丈夫なんだろうか、蓮舫さん野田さんの体制は本当にこういうのをやってくれてるんだろうか、くれるんだろうか、そういうのがあります。そして日々のさまざまな新聞の報道を見てるとやっぱ胸を痛めるような報道もないわけではありません。一つ一つ見てうーんと思うような一喜一憂するような状態がないわけではありません。加えて連合の構図さんたちがああいうことを言う、うわ大変だな、もうこれ野党4党プラス市民連合なんてできるんだろうかと思う。で私のところにいろんなことを言ってくる人もいて、お前らがいつまでも民進党なんかにこだわってるからこうなるんだ、連合なんか叩きれってこう言ってくるんですよ。いいですよ、言うのは簡単です。でも本当に勝つにはどうするのか、去年の初め頃考えてみたら民進党さんと連合さんとの私たちの関係はどうだったか。たった1年前決して簡単にはなかったんです。先ほども言いましたように半年かけてようやくと32選挙区で一本化したんだ。あれから考えたら私はずっと今の状況の方がいい、だから二歩前進一歩後退だって言ってるんですね。一歩前進二歩後退って話がありますけど、それに応じてそう言ってるんです。ゼロからの出発じゃない、昨年のずっとお互いに努力があって共闘の積み上げを作ってきたここまでの実績がある、この上でどうやって四党の共闘を作り出すか、たたきでなんて短期なことを言ってもしょうがない。本当に自民党の公明党の政権を出そうとしたらあの人たちも含めて一緒にやらないといけない。そのためには最近市民連合はリスペクトというのを結構言って、この前1月7日の新宿の街宣でもプラカードにリスペクトって書いたらもうスタッフの人が一致質問されて、これなんだいって人の一家のスタッフの人たちがリスペクトというのを答えてましたけれど、まあそのスローガンがいいかどうかは別として、お互いに尊敬を持ってお互いに敬意を払ってお互いに尊重し合って一緒にやる、議論もお互いの議論も尊敬と敬意を前提にした議論でやってる、お前なんか叩きるぞとんでもないことばっかり言ってるじゃねえかっていうそういう話ではなくて、自民党公明党を打倒するためにみんなどういう共通点があるだろうかとお互いに尊敬を払いながら必死で探し出す、そのことが今私たちにとっては非常に重要な時期なんじゃないかというふうに思っているんですね。この前民進党の安住さんはすごくいいことを言います。各政党が全部同じになるのは無理だ、それは無理なんだ、同じになるなら一つ分を作ればいいんだ、そんなめちゃ言ってもしょうがない。政党の政策の違いの幅をできるだけこう縮めて、この間にそれぞれの政党の違いというのを縮めていく、この努力をしようではないかと民進党の代表代行の安住さんが言ってます。私はこの発言を断固支持します。
今これ以外にないんです。違うところはもちろんある。私たちから見ても一つ一つの政党の主張に時々腹を立てることもある。しかし自公勢力を倒すためにどこまでこの違いを狭めていくか、その努力にとって一番大事なのが市民連合なんだ。これは政党さん同士の交渉ということだけではできない。参議院選挙の先ほどの公約にずっと各都市がサインしていただいたように、例えば沖縄の問題、例えば原発の問題、政党さんだけで交渉したら申し訳ないですけれども、そう簡単に一致できません。いろいろ言葉遣いでは苦労しましたけれども、沖縄の民意に逆らう辺野古の新基地建設に反対しようではないかと市民連合は呼びかけました。原発はできるだけ一刻も早くなくしていこうではないか。それぞれの政党によって今すぐとか何十年とかいろんな違いがあるんですね。しかしそういう形で政策の違いの幅を狭めている。この政策を1月段階でどこまでいけるか、まだ会議やってないので分かりませんが、これからも一層各4党の間で大きな一致ができるようにしていくのは非常に大事な課題だというふうに思っています。それからもう一つは、この295の選挙区で各政党が立てている候補者はダブっているところがたくさんあるわけですね。多分百何十箇所か民進党さんと共産党さんはダブっていると思います。これをどうやっていくのか、これもなかなか大変な仕事です。私はここでこそ市民連合の出番だと思います。ここでどういう候補者を立てていくのか、市民連合と野党各党との話や多くの市民の意見を反映する中で一本化絞り上げていくような努力が全国でやる必要がある。それができる重要な位置に市民連合はいるんだと思います。政党の中でお前が下ろせお前が下ろせ、これはなかなかうまくいきませんよ。俺の方が当選しそうだからお前の方を下ろすのは当たり前じゃないかみたいなことをやってたら、それはお互いに大変です。それをリスペクトをきちんと持ちながら市民連合も含めて一緒にこの選挙を戦っていく、選挙を変えていくような市民連合の仕事というのは私は非常に大事だと思っています。そしてそういうふうにやることによって有権者から見て、あの勢力は頼りになるんじゃないか、あそこには希望があるんじゃないか。残念ながら支持、政党支持率の足し算だけをしても自公に追いつかないです。ほとんどの選挙と追いつかないです。まあどの新聞の世論調査がいいかは別ですけれども、新聞の世論調査によっては民進党さんはせいぜい 8-9% というのもあります。新聞によって違いますけれども、共産党さんは 3-4% というのもあります。社民党さん 1%、 自由党さんそこまでいってるかどうか、これ全部足すと自民党公明党の支持の方が政党支持で言えば圧倒的に強いんです。これをひっくり返していく仕事なんですよ、私たちの仕事は。市民連合の役割は私は非常に大事だと思っています。とりわけ無党派層、あるいは無関心層と言われるような人たちから見て、今市民連合が一緒にやって一本化したこの候補者なら自分たちの投票する対象として頼りになるかもしれないという状況をどうやって作るかだと思います。前回のパスと私ちょっと見たので正確じゃないかもしれませんけども、19区では民主と共産合わせると 50% 以上になってますよね。こういうところもあるんですが、そうじゃなくて2つの党合わせても 30% ぐらいのところ結構あるんです。もちろんこういうところはこれで必ず実現をしてより上に行くような状態を作らなければいけないわけですけれども、東京全体で言っても
あといくつぐらいですかね。どっかに書いてあります。25の選挙区ありますから、自公の前回の得票数の計算だけで言っても、23取った自公を14に減らすことは十分可能だ。前回の選挙区の足し算だけですね。最初に言ってるように選挙は足し算だけではなくて、一定数の前後の誤差もありますから、それ以上いくことももちろん十分可能で、私のところはそれに到達したら無理かというふうな話とは全く違うんですけれども、そういう、ですから政策の一本化をやり、市民連合も含めて候補者の一本化をやり、そういうことを通じて力強い勢力としての新しい対立候補を作っていくような仕事が私たちにとっては非常に大事だと思います。この2010年、15年、16年からの一連の運動の中で、私は戦い方は2つだと思っています。1つは、市民運動、全国的な市民運動をどれだけ大きく作ることができるか。今の韓国の皆さんがやっているような戦いです。ああいう大規模な戦いを通じて、パク・クネ政権を韓国の人たちが追い込めている、追い詰めている。私たちがもう一度2015年にやった、あるいはあれを大きく上回るような戦いを全国各地で、それも市民一人一人が立ち上がって、そういう運動を作ることができるか。いわゆる大衆運動と言われるやつですけれども、これが車の片方だと思っています。もう一つは、今ずっとお話ししてきた、この選挙において、野党4党プラス市民連合という、もう一つの車の輪を作っていく。これから選挙が近いからといって、私たちがみんな選挙の話だけに突入したら、私たちの運動は決して成功しないと思います。いろんな地域でどうやって今の安倍政権の悪政に反対する運動を作っていくか。とりわけ今、南スーダンに自衛隊がいるわけですから、いつ戦死者が出るかわからないような状況。そして今度の国会では共謀罪が出されてくる。あるいは沖縄で今なお山城博士が捕まっていて、3ヶ月もぶち込まれていて、そして沖縄の運動に対する弾圧が続いているような、そういう状態に一つ一つ反対をしていく市民の行動をどれだけ作ることができるかというのが、もう一つの鍵だと思います。ですから市民連合は、そうした選挙に立ち向かう仕事をやりながら、合わせて総掛かり的に多くの市民運動を全国各地で作っていくことが重要な仕事かなというふうに今私は思っています。実は2014年、15年の総掛かりの運動の中で反省点があります。確かにあそこまで大きな運動を作ってきた。しかし私たちは今この社会の中で非正規、格差や貧困で苦しんでいる、そういう働く仲間たちがどれだけこの運動に参加するような運動を作り上げることができただろうか、そういう反省があります。この格差貧困の問題を安倍内閣の重要な罪状の一つとして、これをしっかり総掛かり行動実行委員会も取り上げ、一緒に当事者仲間たちとこの安倍内閣を打ち倒していくような、改憲に反対し戦争を阻止していくような運動に一緒にやれるような状態を作らなきゃいけないと思ってます。2月の19日に日比谷山音楽堂を中心に総掛かりは集会やるんだけれども、今日チラシを配りされているようです。これは格差貧困の問題を正面から取り上げてます。もちろん総掛かりの1丁目1番地の戦争法、南スーダン、そうした憲法改悪、その問題はもうしっかりと捉えるんですけれども、改めて当事者仲間たちに、私たちは一緒にやる、同じ共通の仲間なんだという運動を作って、この総掛かりの運動を広げ、市民連合の運動を広げていきたいと思います。いろんな条件がありますから、今日連敗者だけでは嘆く必要は何も私はないと思います。ずっとこの私は球場の会もやってるんですけれども、球場の会発足以来言い続けます。いろんな人、なんで球場の会は年寄りばっかりなんだ、どうするんだって言われて、
そんなことはない。年配者が一生懸命戦うことを若い人たちが必ず見てるんだから。年配者が遠慮なしに先頭に立って戦ってください。その背中を見てるよって言い続けます。実際2017年度では大量の若者たちが登場したりね。球場の会作った頃はあんなの想像もできなかった。若い人たちが官邸の前で球場を壊すな、憲法を守れっていうふうに安倍首相に言う状態だった。本当に想像もできなかった。若い人たちが憲法の問題あんまり言わないんだよなってぼやいてばっかりだったからね。私もあの官邸前のあの光景見て本当に涙が出そうだった。ずっと憲法憲法って言って何十年も憲法の運動をやってきて出てきたな、本当のこうだなと思いますよね。ですから国民の市民連合の皆さんも自分の信じるところを全力を挙げて頑張っていただきたい。全国の295の選挙区の皆さんと互いにこうし合って安倍内閣を何よりも打倒するために共に立ち上がれたらいいなというふうに私は思っています。いろんなところでお話しする機会がありますから、国民でも頑張ってるよという報告は必ずしたいと思います。どうも今日はありがとうございます。ありがとうございました。岡田先生でした。今、改めて私たちが先ほど大変失礼なこと申し上げました。年寄りが多いかなという言葉を使いましたけれども、まだまだ捨てたもんじゃない、若い人たちも後に続いてほしいなという思いもあります。本当にありがとうございました。